バーリー湖とは、オーストラリア大陸南西部の乾燥地帯に存在する塩水湖である。ただし、しばしば完全に干上がって湖面が消滅することもある。西オーストラリア州におけるバーリー湖の位置。バーリー湖は、南位29度10分、統計119度30分付近に位置しており、ここは、オーストラリア西部の西オーストラリア州の中西部地域に属している。 バーリー湖の湖面の標高は400メートル程度。面積は約2000平方キロメートル弱で、満水時には入り組んだ湖岸線といくつもの島々が出現する。ただし、通常湖水は干上がっており、湖が水で満たされるのは平均すると、おおむね10年に1回程度に過ぎない。なお、満水になれば、その後1年間程度は水が残っている。バーリーに、 水のない時は全く見られないものの、水がある時は水鳥の重要な繁殖地の一つとなり、この湖を最大17万9千ツガつがいが繁殖に利用する。この時見られる鳥として、例えば赤えりしろチドリ、首は赤つくしがも、国鳥、さざなオ大橋がも、オーストラリア製タカシギなどが挙げられる。ジョンホーレストは1869年5月18日に、 この湖を訪れた。彼はこの湖をフレデリック・バーリーの姓をとってバーリーこと命名した。ありがとうございます。